様、お呼びでしょうか。こんにちは。いらっしゃいませ、主様。これにする。どれもおすすめ商品です。ご来店ありがとうございました。綺麗な月だ。こんないい月夜には酒の一献でも傾けたいところだが。そうやね、一杯飲みたい気分になる。後で付き合ってくれへん？こんな綺麗なお月さんが魚になってくれるんやもん、最高やね。せっかくやし、とっておきをあげてあげる。それは嬉しいな。まあそれはそうとしてだ。お？そろそろこんな夜更けにこのような場所へ連れ出してきたわけを聞かせてもらえぬか。もうすぐ来ると思うんよ。来る？一体誰が？待たせちゃったみたいかな。ごめんね。それで用事って。オシトル？クオン？ごめんな、こんな時間に呼び出して。ちょっとだけ用事があったんよ。うん、気にしないで。それでわざわざこんなところにまで呼び出したりしてどうかしたの？クオンを呼び出したというのは妙に気になる。アトイはあまりまどろっこしい真似は好まない。言いたいことがあれば呼び出しをしたりせず要件を言うはずだが。大した用事やないんよ。ちょっとクオンはんと喧嘩でもしようかなって。うん？喧嘩？今喧嘩と言ったのか？うちもな、こんな面倒くさいことしたくないんや。でもな、誰もやらないし仕方ないからうちがやるしかないかなって。それでな、オシトルハンにはその立ち会いをお願いしたいんよ。待て、アトリ殿、何を言っている？どうしてか聞いてもいいかな？はい、ちょっとした開け閉めやね。わだかまりをなくしてみんなでまた仲良くするためのけじめや。クオンはうちらに遠慮してるえ？そんなことよく見ていればわかるんよ。前と違ってなんか距離置いてるなって。いなくなったことで引け目を感じてないけ？
だとグオンハンだって居心地悪いやろうし、ここは一つそういったわだかまりをなくそうって思ってな。だから待て、意味がわからぬ。そもそもどうして喧嘩する必要がある？古来より言うえ、迷った時は拳で語れ、拳は口よりものを言うって。百の言葉より一握りの拳、迷った時は殴り合いや。殴り合えばそこから心が伝わってくるんよ。いや、その理屈はおかしいって、本気で言っているんじゃないだろうな。ほんとこういうの柄じゃないんや。でも前みたいに楽しくお酒を飲みたいしな。アトゥイ。え、そっちもなんでそこでいい雰囲気？気を使わせちゃったかな。気にしなくてもええよ。元より猫屋のためにしたことやもん。猫ねの。だからこうしてクオンハンとやり合っても問題なしってことやね。ちょっと危なかった。あやや、ハズした。さすがやね。なあ、今のは明らかに心臓狙い。アトゥイのやつ、本気か。本当のこと言うたな。ずっと前からいつかクオンハンとやり合いたいねってうずうずしていたんや。やけど仲間やし。ずっと我慢してて、なのに、みんなに見せられて、もう辛抱ってもらえ。見せられて、何のことかな。いいなぁ、いいなぁ。あんなに隠してたなんて、ずっといい。クオン、本当にいけずや。何か勘違いしてないかな。どうしてもやるつもりね。なんでやめる必要がある？こんなワクワクやのに。そっか、そこまで言うならちょっとだけ相手をしてあげる。でもどうなっても知らないから。なんだこの異様な雰囲気は。まさかクオンも本気なのか。こうなったら手加減はできないから。終わったか。二人は、ああ、しぶといな。両者痛み分けってところか。しかし派手にやったものだ。二人とも満足したか？最高に面白かったな。私は
面白くなかったのだけど。満足したのなら帰るぞ。皆が心配する。オシトレは心配してくれないのかな。こんな勝手な真似をしてかしたバカども、なぜ心配せねばならぬ。ぐはややオシトレお怒りやい。当たり前だ。本来なら猫ネに知らせるところだが。待って、猫ネには。そんなダメやえ。猫やにバレるのだけは勘弁や。悲しむのが分かっていて言えるわけがないだろうに。ならばとっとと立て。いつまで寝ているつもりだ。どうした？体が動かないかな。体が破滅の音が。あやや、力が入らない。全力出しすぎたえ。つまりはっちゃけすぎて動けなくなったわけか。それにしても楽しかったな。なあなあくんは、また今度も一緒にやり合おうな。もうアトイとやり合うのはゴリゴリかな。ありがとう、アトイ。まあいいか、聞こえなかったことにしておこう。これにする。どれもおすすめ商品です。ご来店ありがとうございました。
この料理を研究してみます。今日はこちらの献立にいたしますね。お、それぞれの思いを伝え合い、わだかまりを解いたクオンと仲間たち。勢いづくエンナカムイは次の策へと打って出た。交易の要衝ルモイの席を拠点とし、周辺諸国への越権を画策。しかし、来航によって関所は陥落。その希望は打ち砕かれてしまう。ルモイ奪還を果たすべく出陣したオシトルたちであったが、大光が放ったガウン寺により戦場は凄惨な状況となっていた。間に合わなかったか。すまる。皆さん、どうして皆さんはこんなところで。約束したじゃないですか。なのに。索敵、注意、何か来ます。なぜ同じガウンジがあの時のやつを利用した。そんな都合よく、まさか奴らの裏で手を引いていたのは。デコポンポがガウンジに食われたのも全て貴様か。これを貴様がやったのか、大光。あいつがみんなを。考えるのは後だ。今は来るぞ。ここで奴を仕留める。この戦い、目をそらしてはならぬ。決して逃げてはならぬと。ならば余も行くぞ。いな、余が行かずして何とする。一つだけ約束していただきたい。たとえ何があろうとも、決して独断で動かぬ。もちろんじゃ。余の隣にはそなたがついてある。お呼ばれながらこの戦は私も連れさせてもらおうかな。クオン、すまん、頼りにする。任せてほしいかな。梅牧師だから、アルジさん、この獣から何かまがまがしいものを感じます。が、なんとなくなる。それがしも分かる。やめてよ。
なぜ猿などと仲が良いのじゃ。よくはわからないけど、気があったんじゃないのかな。倒しても次から次へと駆け込んそうで厄介かな。まったく大した絆なのじゃ。何？さらにもう一匹だと？これはちょっと苦しいかな。想定外にも程があるだろう。一匹を抑えるので手一杯の状況にこれですか。どうなさいます？これはシャレにならんか。ヒュール、オウミ、一旦引き戦列を立て直す。はい。ではこちらがしんがりを務めますのでよろしくお願いします。結露を切り開く。クオン、いけるな。いつでもいいかな。行くぞ。主様、誰かが何者かこちらに向かってきます。武装なし、商人の一行かと。行列が続いています。何？クオン、まだだ。待て。速度変わらず。こちらに気づいた様子はありません。なぜこんな時に。撤退中止。アドイ、ヤクトワルト、敵を引きつけしばし時を稼げ。やれやれ、仕方ないじゃない。まずいぞ、奴ら向こうに気がついた。久しいな、帝都以来か、オシトルだな。宗近様。宗近、無事にヤマトへ戻っていたのか。すまぬな、いらぬ心配をかけてしまった。この通り小生は健在である。しかし気候らしくない。このような相手に何を手間取っている。それは宗近、よくぞよくぞ無事で。姫殿下、そのお姿はなぜこのようなところに。いろいろあったのじゃ。やは何を話したらよいのじゃ。話は後かな。今は目の前のこれを片付けないとね。息がいいな、まだピンピンしてる。やはり打ち込みが浅かったか。アクルカがあればそのままねじ伏せることができたのだろう。いけるか。心配無用、アクルカを失えど錆びつかせたつもりはない。姫殿下、しばしの間ご辛抱。久しぶり、帝都以来ご主人。無事にヤマトに戻っていたのか。すまぬ、いらぬ心配をかけてしまう。この通り小生は健在である。しかし凍らしくない。このような相手に何を手間取っている。
フルカを失って腕まで落としたつもりはない。マイル攻撃します。ガウンジ2体の死亡を確認。これにて全ての作戦は終了。朝廷軍に速やかな撤退を指示しました。余興にしてはなかなかの見物だった。当初は計画通りで少々退屈したが、トゥスクル勢の参加は大いに花を添えたな。エンナカムイとトゥスクルの関係は確認が取れていましたが、今日の事態は予想外でした。よもや宗近が戻ってこようとはな。おしとり、驚かせてくれるではないか。雷光様、このまま撤退してよろしかったのですか。エンナカムイ軍を見逃すことになりますが。構わぬ。ルモイの席が落ち、先森が全滅した。この意味はエンナカムイにとってあまりにも重い。雷光様の真意、被災の身には考えが及びません。よろしければどうかお考えの一端をお聞かせ願えませんか。オシトルは気づいたはずだ。俺がいつでもルモイの席を落とせるとな。ようやく特進が行きました。エンナカムイの誠意は大きくそがれたのですね。もはや大規模な遠征はできぬ。エンナカムイに多数の兵力を残しておかなければルモイの席は守りきれぬのだからな。帰る国をなくしてまで出てはいけない。オシトル様の行動は大幅に制限され、帝都への道は遠ざかりました。オシトルよ、こたびの宴は終わったが、貴様は引き続きエンナカムイの地で苦悶しのたうつこととなるのだ。姫殿下、おけがはありませぬか。宗近、宗近、無事であったならなぜもっと早く知らせなかった。心配したのじゃぞ。姫殿下、申し訳ありません。またお会いできて本当に良かったです。まあ宗近はんならどこかでピンピンしてると思ってたい。宗近殿が戻ればまさに百人力というやつだな。なんとかルモイの席を奪還したが、朝廷軍が攻勢をかけてくる気配はないか。こちらの優勢を見て撤退したか。あれだけのことをしてかしたのなら、その準備だけでも相当の労力だったろうに。この好機を逃さず、ルモイの席を完全に掌握する。
関内の先盛りは3倍に増強。関の外には円中身主力の半数を割き駐留させる。正直雷光相手ならこの数でも心もとないか。当分は兵を動かせる。そういうことか。雷光は最初からそのつもりで。トゥスクルの援助を受け正常の回復を待ってようやく外へ打って出ようとした変なカムイを、貴様はもう一度叩き潰し這いつくばらせたということか。席を一つ落とされただけで変なカムイの兵力は半減したも当然。この数ではもはや大っぴらに改正を行うことなど不可能。また動くこともままならず敵に怯えるだけの日々が始まるというわけか。どうされました兄上。号令を途中で中断されたように聞こえましたが。いや大したことはない。悪い風に当てられただけだ。考えていても仕方ない。今は一つずつやれることをしよう。ルモイの席を再占領せよ。二度と奪われぬよう守りを固めるのだ。はい、これよりルモイの席を制圧する。第三隊続け。よくぞ無事であったな。あの時しんがりを務めたのを最後に消息が分からなかったから心配していた。うん、感謝と謝罪を。トゥスクルから出ることができなくてな。あの時オシュトル殿もおられたか。ん、ああいや、なんだ、ハクから聞きを読んでいてな。いいか、思わず昔のままのつもりで声をかけてしまった。どうやら気が緩んでいるようだな。そうであったか。ハク殿を見送った後すぐに捕らえられ旅衆となったのだが、とある御仁によくしていただいた。この場に参ずることができたのはその御仁の護衛を兼ねてなんだ。だがなぜ貴公と姫殿下がこのようなところにいる。正常が崩御なされたとは聞いていたが。ああ、それは。道中に白の死もあったが、なんとかこの円中神にまで無事正常をお連れすることが。彼が白殿が死んだか。ああ、それがしとブライトの戦いに巻き込まれて。惜しい男を亡くした。そうじゃな。ともかくよくぞ戻ってきてくれたのじゃ宗塚。いえ、この宗塚。どうしたのじゃ。あれってどうして。うん、まさか。ううん、そんなはずないかな。こんなところに。兄上、ただいま戻。おお、綺麗。ヒュー、こいつは偉いべっぴんさんじゃない。おー、綺麗な人だな。やっぱりフミリル。クーちゃん。クーちゃんということ
やはり続けるな。何しに来たのかな。もちろんクーちゃんのお世話を。お世話な、ちょっと。それを内緒にするんですか。し、だから静かに。わかりました。クーちゃんの正体は誰も知らない、知られてはいけないのですね。だからね、それは面白そう。何やら大事な話をしているようだが微妙に聞こえにくい。やはり気の置けない間柄ではあるようだ。お初にお目にかかりますね、オシトル様。私、トゥスクルから参りました、フミリルと申します。チリメンドン家の一人娘です。どれだけいるんだちりめんどんや。モノミユさんの旅の途中、偶然にもクーちゃんと出会うことができました。そしてモノミユさんもお約束なのか。実家がすごいお金持ちなので、クーちゃんとは昔からとても親しい間柄で、クーちゃんの姉代わりのような存在です。アメク、自分から大金持ちとか言い出すかなんてツッコミどころ満載だ。ともあれ、裕福な商家の娘と親友ということは、クオンもやはり名家の出なんだろうな。そうでなければ今までのあれこれが説明つかないし。こちらがトゥスクルにて小生が世話になった恩人です。世話に。オシトル様、あちらにおられる方はアンジュ様とお見受けします。ぜひご挨拶差し上げたいのですが。少々お待ちを。世が帝の後継にしてヤマトの統治者となる天使アンジュである。私はフミリルと申します。この度はお目にかかれて大変光栄に存じます。よほど鬼人に慣れているのか、肝が据わっているのか。フミリルとやらクオンの友なら世の友も同然じゃ。そうかしこまらずともよい。ありがとうございます。さすがクーちゃん、人気者なんですね。どの口で言うかな、そんなことを。まず世からも礼を言わせてほしいのじゃ。お礼ですか。宗近が世話になったと聞いた。そなたに感謝を。いえいえ、
こちらこそすっかりお世話になってしまって。姫殿下、恐れながら申し上げます。なんじゃ改まって。小生は未だ旅衆の身なれば、姫殿下のおそばに戻ることはできませぬ。な、この方は戦に敗れ旅衆となった小生を、自らの立場が危うくなるのも構わずおそばに置いてくださったのです。義には義を尽くすが物の負の務め、何とぞ。そうであったか。そのことでしたらご心配いりません。宗近様はたった今から自由の身になりました。フミリル殿、今なんと。宗近様は自由ですから、どうぞお好きにしてください。いや、それでは。いえいえ、もともとそのつもりでしたから。いや、そうではなく、それでは小生のモノノフとしての矜持が。いえいえ、お気になさらず。私はもう十分よくしていただきましたから。しかしながら、しかし小生はエンナカムイでの案内をと。その必要はもうなくなってしまいました。それはどういう意味かな。クーちゃんにたくさん案内してもらいますから。それにしてもこの女性、敵国の武将を近従にした上、それをあっさり手放すと。いくら名家の出だとしても、やはりただ者ではないな。姫殿下、不肖この宗近、ただいま御前に戻りました。しかしながら、先の戦にて力及ばず旅衆となり、賜りましたアクルカを失いました。この都が慎んでお受けする所存です。よいか宗近、そなたは世のそばにおるだけでよい。この宗近、八中将の名にかけて姫殿下を、いや正常をお守りいたします。うん、そなたの心意気、世も嬉しく思うのじゃ。鎮守の宗近か。たとえアクルカを失ったとしても、八中将である宗近が加われば、この戦況も随分と見通しが良くなる。主従の絆の深さを目の当たりにして、損得の問題がまず頭を過ぎるか。だがこれで少なくとも皆に少し楽をさせてやれる。このようなところで立ち話もなんじゃな。エンナカムイまでの道すがらたっぷりと語らい合うとしよう。恐れながらそのようなわけには参りませぬ。なぜじゃ。今回はトゥスクルの招待来訪と同時に、宗近殿の凱旋という形をとります。盛大に迎えなければ宗近殿の立場がありませぬ。留萌の席における朝廷軍の非道の数々、卑劣な罠にはめられたエンナカムイ軍、正常の危機に駆けつけその命を救った宗近殿、まずはそのように戦の顛末を語り、宗近殿の武勲が広まったのを見計らい凱旋していただきます。正常は先に戻られて招待をお迎えするための支度をお願いします。ノスリ、オーギ、ルルティエ、アトゥイを同行させますゆえ。
相変わらず融通が効かんの。オシトル殿、諸星が至らぬばかりに申し訳ない。貴公の来援がなければ先ほどの戦は危うかった。どうか胸を張っていただきたい。オシトル、あの子には気をつけてね。どういう意味だ？まさか彼女はトゥスクルからの艦長か何かということか？そういう意味じゃなくて、ううん、やっぱり忘れて。はあ、どうせすぐにわかることかな。クーちゃん、すぐにわかるってどういう意味だ？ルモイの席での戦いを経て、エンナカムイは力を増すこととなった。アンジュ、ムネチカ、フミリルが戦線へ参画。名高いムネチカ将軍の復活と凱旋は久々にもたらされた明るい話題となった。一方、敗走し帝都に帰還したマロロは大公により再起を期待されるものの、危機迫るオシトルの戦いを目の当たりにし、再廃止をやめる決心を伝える。マロロの意を汲み取ったかのように見せた大公であったが、ボシスが研究していた禁忌の力によりマロロを手中にしようと画策していた。TV